ガーフィールド軍はアメリカ合衆国モンタナ州の中央部東に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は1206人であり、2000年の1279人から5.7%減少した。軍庁所在地はジョーダンであり、同軍で人口最大の自治体でもある。ガーフィールド軍はティラノサウルスの世界でも、 大きな標本のうち4つが発見され発掘されたところとして名高い。この恐竜の頭骨がガーフィールド軍博物館に展示されている。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は4848 48平方マイルであり、このうち陸地は4668平方マイル、水域は179平方マイルで、水域率は3.70%である。 平均人口密度は0.1058人、軽平方メートルであり、アラスカ州を除けば国内の軍で3番目に小さい。ガーフィールド軍は共和党の強固な地盤である。モンタナ州内でも、また国内でも共和党色の強い方の軍である。この軍で民主党の大統領候補が制したのは1940年のフランクリン・ルーズベルトが最後になっている。 最近5回の大統領選挙でも民主党候補は16%以上の得票ができなかった。2000年の大統領選挙ではジョージ・ w ブッシュが87%を獲得したのに対し民主党のアルゴアは8%しか取れなかった。2004年の選挙ではジョージ・ w ブブッシュに90.08%、ジョン・ケリーに7.94%だった。 さらに2008年の場合でも、ジョン・マケイン上院議員が82.3%を獲得し、バラク・オバマ上院議員は15.1%に止まった。ガーフィールド軍は地元の政治でも共和党支持である。民主党の現職知事ブライアン・シュバイツァーはこの軍で38%以上を獲得したことがない。また他の民主党知事候補についても長年この軍を制したことがない。 衆議会上院の第15選挙区、会員の第30選挙区に属しているが、どちらも共和党員の議員が務めている。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ありがとうございます。